どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回の暗号通貨ニュースは電気代についてちょっとね考えてみようかと思います。現在ですね、電気代が各所で高騰してまして、なんとね電気代の値上げが 30% からもしくはね 1.5%、15% 違う 1.5 倍ですね、だいぶ違いますね、すみません。 30% とか 50% とかの値上げがもう日本全国で行われてるんですよ。さらにね、日本以外の国では倍になったり3倍になったりっていうところもあると聞いております。これは言うまでもなく、ウクライナ、ロシア、こちらの方の情勢不安から電気代、原材料のねシェールガスなどの燃料費高騰、それからそれに便乗した値上げっていうのも当然あると思います。やっぱりね、平和が一番なんですよ。平和だからこそビジネスができます。戦争が起きると、例えばタンカーが動かなかったり、港が占拠されたり、物流が寸断されたり、まあいいことはないわけですよ。戦争を仕掛けた国も、当然仕掛けられた国も痛みを見ますので、まあ、平和こそが私たち地球全体のね暮らしを守ってくれるんではないかなと思います。その上で、今暗号通貨、仮想通貨ってのがありますけども、やっぱりね情勢が不安だと、これがなかなかねあんまり明るくないんですよ。でその原因の一つが、電気代が上がるとマイニングの代金が高くなるから、マイナーが活動できなくなるっていう、そんな実態もあります。例えば仮想通貨のマイニングにかかる電気代の目安ですけども、だいたいなんか3000ほどかかるっていうふうに書かれてますよね。まあこれはマイニングする暗号通貨の種類にもよります。いわゆるガス代ってやつですよね。これが高かったり安かったりっていうのがありますんで、まあ、通貨によっても変わるんですけども、だいたいマイニングの機械を動かすと1台につき1万から2万ぐらいかかるんではないかなと言われてます。そしてマイニングするときにはパソコン1台これで間に合わないかもしれません。ですんで10台とか20台とかを同時接続してやることになります。まあすごいところになるとね、マイニング工場っつって1000台ぐらいのパソコンを同時稼働、フル稼働させるところもありますから。そしてその電気代、パソコンを冷やすためのエアコン代もかかってくるってことになるんで、まあ、あのマイナーといってもね、一方的に儲かるわけじゃないんだろうなと思います。でマイニングでかかる電気代の計算方法と節約方法ってあります。普段私たちはあまり関係ないんですけども、ちょっとだけ見てみましょうか。クリックしてね、そうするとこういうふうに解説が出てますね。まあ細かいことは見ないですよ。これはね、この電気代の切り替えサービスのアフィリエイトのサイトだというふうに私は見てますんで、記事自体はそんなにね大切ではないかなと思います。でマイニングの電気代は法人としてやる場合経費になるんでしょうかってことが書いてますけども、まあ経費として当然認められますよってことですよね。その他様々書いてます。あの多分あんまり興味があるところはないと思いますんで、ここら辺だけ見ておきましょうか。マイニングマシンってのがあります。マイニングマシンの主流ってのは ASIC っていうのとね、 GPU っていうのとね、 FPGA っていうのがあるらしいですけども、それぞれ特徴と価格が書いてますね。でこういう風に出てるわけですよ。消費電力だいぶ差がありますよね。やっぱ高性能のやつは結構電気代を消費するし、まあ入門編はそこまでかかんないよってことになってます。ですんでマイニングの電気代って言っても使う機種によってもだいぶ変わるんでしょうね。はい、その他こういうこと書いてますね。高性能のやつだと1台の稼働で3万4万ぐらいかかると。で、中規模のやつだったらまあそれでも結構かかりますよね。一番安いやつで2000円、これだったらなんとか挑戦できるかなっていうところがありますけども、まあパソコン1台ではなかなかねマイニングの報酬に預かれないんで経費倒れになる可能性があります。ですんでマイニングを勝ち取るために、マイニングっていうのは競争ですからね、パソコンを複数台つなげることにもなるのかなっていうところですよね。はい、でマイニングの電気代を節約する方法っていうのもあります。私もマイニングそこまで詳しくないんで分かりませんけども、こういうことが書いてあるよっていう、そんなページのね紹介にとどめさせていただきたいと思います。で最終的にはここに電気代を切り替えてくださいっていうふうなねアフィリエイトがかましてあるってことでしょ。まあでもね、今私思うんですけども、こういった電気代の切り替えサービスに乗っても電気代は安くならないと思いますよ。こういう時はやっぱりね電気事業連合会の、まあ、中国電力、関西電力、東北電力を使うのが望ましいのかなと思いますね。平時にはね、やっぱり二次的な電力会社で切り替えていくのがいいと思うんですけどもね。最近どうですかね、なんかこのエネオス電気とか、au 電気とか、セールスってちょっとおとなしくないです。
まあ、つまりはあんまりメリットがないってことなんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。